ちょっと待って。今回の食材はこちらです。バビーン、マグロでーす。もう私あの冒険美食家ということで、とんでもないものを組み合わせて食べてみたいと思います。さあその食材は何かと言いますと、ドエーン！ご飯！すごい、もう真っ白でただのお皿みたいに見えてる。ここご飯がありますからね、ここに。見えますか？生ものとご飯はもう合わないだろうというね、皆さんの声が聞こえてきますけれども、どんなことになるのか私、冒険行ってみたいと思います。怖いけど、いきますよ。それでは行きましょう。いただきます。だからどうしよっかな。じゃあなんかおにぎりみたいな、おにぎりをまず作って、その上にマグロを乗っけてみたいなことで一回やってみましょうか。これでこうね、これこの上にいけるかな、これいきますよ。なんだよこれ、見たことないよ。うわ、どうしようかな。行ってみよう。さらにこれにですね、醤油をつけて私食べてみたいと思います。普通のお皿にこれぐらいでいいか。これだよみんな。うわ、いきますよ。どうやって、どうやって、こう、うわ、あ、いきます。めちゃくちゃうまい。何これ。え、わ、じゃあもう今の美味しかったからなんか冒険してないじゃんみたいになるから、思いついた、もう一個、このご飯とマグロなんだけど、バイーン、これ入れちゃおう。これはダメだって。まあ、これぐらい、これぐらいちょっとこうピュッとピュッとして、でこれいきますよ。マグロ、ほらこれでちょっとちょっとこうして、うーわ、これはもうさっきと全く違うもん。なんだよこれ。これでお店やったら流行るんじゃない。なんかご飯の上にさっきのわさびをこうピュッてして、でなんかそのマグロ以外でも多分いけると思うんですよ。なんか他の魚でもいけそう。皆さんも試してみてください。ごちそうさまでした。